今日よくマリオと当たりますね。そうですね。サファイア。先ほど SNX の試合はヨッシーを選択したんですかね。うん、ヨッシーやなお、クラウドが出てくる。クラウド強そうだ、とても、はい、これはフィットで出せないのか。本当になおクラウドですか。なおクラウド、最近ずっと使ってるんですか。はい、強そうですね。絶対強いでしょうね。あ、マリオに対してフィットレっていうのはこれは通ってるんですか。そうだよね、そんなにきついカードではないとは思うんですけど。ずつちょっとして現れてる、はい、今日現れてる。そうなんですかね。配信では出てないと思うんですが。マス公開かもしれない、はい、さあダッシュで通していく。卵からダッシュへ、さらに卵を空中まで狙うか。怖いですよ、怖いですよ。帰ってきた。強すぎる。この感じが風車もしっかり弱暴れガードして、上下から、はい、先ほどのダウンの起き上がりにくが、まだ足でも、はい、はい、どうしは卵とかに引っかかると、はい、クラウド相手だとなかなか卵も安易に振りづらいですね。さあ、僕の裏当てで、この猛烈な足の速さによって、はい、これは帰ってこえないので、はい、猛烈な足の速さで卵の後すきに刈られてしまう、はい、注意して振っていきたいですね、はい、うわ強すぎる。踏ん張りジャンプで、踏ん張りで、ナイスクエルで、そのギャルクエル打ってきた。まあかなりストックも有利しているので、ガンガン振ってきて、リミット溜まりますからね、はい、ってる最中に。ちょっと話していきましょう。このクエの上がりが強い。クエのなんかベクトル低いですね、はい、すごくなんかクラウド嫌そうな。おー、そうまい、右側に逃げるところを、はい、上様で返していく。後ろ投げで、あえて大上の読み合いを仕掛けていきますね。おっと先を通ってしまう。先がなかなかですね、卵に対してうまい。まあ台上に構えてはないんですが、台上に乗りそうなところを置いてありましたね、はい、しかしクラウドは強いですね、はい。その状態だと、はい、空中の横移動が第1位、はい、そうですね。ヨッシー、今ヨッシーが1位だったんですけど、ヨッシーよりも、はい、クラウドの方が1位はやりすぎですね、うん、多分クラウドを使ってるから。ルイージだった、ルイージなんですよ。フィットレでもなくルイージを選択。ルイージでもサイクロンで、あ、なるほど、決めてしまおうっていうところなんで、はい、クラウド使いはもう1位はやりすぎだろうと思っていると思うんですね、はい、それがあってこそ今のこの強さというのが、なんていうか、返されてますね、はい、さあ、コンボをしっかりと取っていって、ジャックからつかみ、はい、空上裏当てからの空中。おお、しっかりジャック伸びてる、はい、しっかりリミット測って、はい、美味しいですよ、これは。しかしジャスターから弱で確実に反撃取っていく。ダシエが出てしまう。2DA だ。2DA 発生が一番早い、はい。この着地が、着地が可能そうだ。あ、ここは一旦台で、台に10回出してリミット溜めさせない、はい、あ、その後上がりに動く、はい、見てますね。偉いですね。帰りは通さない。結構硬い、崖が硬すぎる、はい、うまいですね、うまいですね、うん。ルイージがやり、おお、通してきた、回避通した。ルイージが切ると分かった、はい、横に飛ばしたので、あ、惜し
して。じゃあ、ここから2勝投げ。さあ、これで殺しきれるか。殺したい。殺したい。殺せ。うない。うない。ウォーウェスマン、しっかりホールドして。すごいですね、今。空下が怖くなかったのか。はい、ちゃんと、クラウドが、弱で一旦追い出して、はい、おお、はい、上がれるか、はい、おお、ファイアボールから弱で暴いていく、裏策を通していく、さすがで投げから空へ空へ強いですよ、79%、おお、リーグ耐える、いや、しっかり崖上がり通していくが、こりゃ強すぎる格下によってバウンドでバーストしてまう、88%、これは背投げね、ここはリミットを剥がされない、おー、狙っていった、いった、惜しいですね、かなり強気なタク、当たりどころが、はい、いや、でもかなりいい選択でしたね、今のは最大で取ろうとしました、はい、褒めて終わるぐらいにいった、上で浮かして、上で浮かして、うん、上で澄まして、上で勝っていく、おー、引いてある、多いですね、150%、ただガンガンいきますね、上で、これは火力入るか、あ、クラウドのターンが始まって、おー、かわしていく、もうサイクル暴いてきたが、上で使い、ホールと喜ぶムーブ、うん、そのバーの横スマが見えましたね、見えたが、ピッチジャックが通していく、さあ、もう分からない、もう分からない、競技が一発、競技一発当てるか、おー、通していく、あー、張り替えれない、惜しい、惜しい、素晴らしいプレッシャー、これは、さんのプレッシャー与えたもの、展開作りですね、